はい、皆さんこんばんは、大塩でございます。ドールズフロントラインやっていきましょう。で、今回はね、ちょっとクエストを進める前に、おとといかな？うん、おとといのアップデートでね、新しくね、またイベントが開始されたんで、ちょっと今回それを先に見ていこうと思います。それがこちらです。はい。イベント名、北極狐を捕まえてというイベントで、まあ、簡単に言えばビンゴゲームのイベントだね。はい。でね、まあ当然ながら なんていうのガラ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 で、まあ数字が出て、はい7とかいう、そういうのじゃなくて、なんかね、チケットを集めて、そのチケットを消費すると、まあそのランダムで数字がポンと出て、まあそのランダムでポンと出る数字が、いわゆるそのビンゴ のガラガラガラで表示される数字になるらしい。うん、らしいっていうのは俺もよく分かってない、まだ やってねえから。はい。でここのさ、パスワードカード17枚って書いてあるんだけど、この下のところに追加獲得っていうのがあって、これを押すと、はい、任務完了でパスワードカードを獲得できますっていう風なのが出てきて、まあこんな感じで、いわゆるデイリー任務だね。うん、こういうデイリー任務がね、イベント用で追加されてて、まあこれを解放するじゃねえや、これをね、なんか何こなしていくと、そのビンゴカードがもらえると。まあ例えばこれ、ギフト贈呈、ギフトを累計10個送る。まあ要するに宿舎で人形たちにそのギフトを送ってあげれば、そのパスワードカードが1個手に入りますよっていう感じだね。じゃあちょっと早速それやってみよう。じゃあちょうど今ね、レベリングしてる、コンテンダーにちょっと作戦報告書を10枚送ってみましょう。はい、これね、ギフトを10個送ると。はい。はい、プレゼントしましたと。あとついでだからさ、なんだっけ、ロリポップ、これをさ送ると、なんかまあもう1個クエストが完了するんで、まあじゃあ百式ちゃんにね、ずっといてくれてるから百式ちゃんにロリポップあげましょう。はい、そうするとこの期間限定イベントって書いてあるところがね、まあなんか出てますよって感じになって、はい、追加報酬のところ、ここをねクリックすると、ほら報酬受領っていう感じになる。まあこんな感じで、はい、この黒いカードがパスワードカードだね、これね。はい、要はこいつを消費することで、なんだっけ、ビンゴが引けるって、そういう感じですかね。でロリポップじゃなくて、あ、違う、ロリポップを1個獲得するだったね。はい、あげるんじゃなかった、間違えた。で、まあ俺まだ1回目引いてないから、じゃあ早速これちょっと1枚引いてみますか。ああ、こんな感じになるんだ、34。ああ、 OKOK、 1個射抜けたね、34。まあこんな感じで、数字がね、まあ、ランダムで表示されるから、まあこのランダムで表示された数字がうまく合うことを祈ってビンゴをやれるって話だね。で、なんかね、どうやら8列揃える、まあ要するに なんかまあどこでもいいから、とりあえずまあビンゴのベンガーを8列揃えると、この北極狐っていう M249 のスキンが手に入るらしい。うん、この M249 ね、人形自体は持ってないんだけどね、確かね56かなんかのデストロイヤーを倒すと、なんか限定でドロップする、なんかそういうドロップのやつだったかな、確か。うん、まあとりあえずね、これを見た時にね、俺はまず真っ先にトイレに駆け込んだね。うん、何をしに行ったのか、まあお察しですわな。はい、個人的にね、あのこのね、おっぱいのとこの星のマークがまたね、うん、ちょっとね、股間に響く。さて、あのね、イベント画面を見てたりすると、ちょっとね、ズボンがね、はち切れそうになってね、ちょっと下半身が痛くなってくるから、まあ、ここら辺にしておきましょう。はい。で、まあ、今回はからね、第6戦役の緊急ちょっと進めていこうかなと思って。本当はね、第8戦役をやりたかったんだよね。でね、第8戦役もね、なんていうの別に、そこまでストーリー繋がってないから、そのまま6とか7やってなくても、8やっちゃっても大丈夫っすよっていう風に教えてもらったんだけど、なんかやっぱりね、順番的に若い方から潰していこうかなっていう。うん。まあ、なんかどうやらこの第6戦役だったか第7戦役の緊急をやると、なんかその第8戦役で M16 が残った理由みたいなのがわかるらしいから、まあ別にそれでもいいかなっていう。うん。まだだから第8戦役の伏線を回収するって意味でも、ちょっと俺は若い数字からやっていこうかなって感じかな。よし、じゃあ早速やっていきましょう。最後の願い。アルケミスト。ほう、そんな化石のような銃弾でどれだけ持つか楽しみだな。アルケミストって誰だっけ？おっぱいだっけ？当ててやろうか？誰かにスイートロールを盗まれたか？スカイリーも最近ちょっとプライベートでやってるからね。せいぜい私が到着まで恐怖に満ちた表情で待ってることだな。アルケミストって誰だっけ？おっぱいだっけ？スーパーおっぱいかな？第6戦役もだいぶ前だよね、やったの。1時間後、ネゲブ小隊は鉄血の部隊に包囲され、緊急事態に陥っていた。どこからの時間軸だ、これ。あー、懐かしいな、なんかネゲブ小隊も。イスラエル部隊だもんね。いつの間にこんなに増えたんや。そういえば、ガリルが関西弁だったことも俺すっかり忘れてたわ。はい、出てきた。意外と辛辣タボールさん。敵の数が普通のボスが統率できる規模をはるかに超えていますもの。
もしかしたらアルケミストは私たちをこの罠におびき寄せるための餌だったのでは。ああ、なるほどね。何にせよこれ以上は持ちこたえられへんわ。ネゲブ早く撤退命令を。あれ、ネゲブどうした？ネゲブの信号が消えました。きっと傘のシールド圏内に入ったのでしょう。あ、ネゲブはもう血眼でしたから自分たちで何とかしないとですね。これ何があったんだっけ。指揮官聞こえますか？ネグは一時的に連絡を絶ったので指揮官のご支援が必要です。そういえばさ、俺さ、いまだにさ、傘のさがどういう効果を持ってるウイルスなのかいまいちよく分かってないんだけど、なんだろう。ここを包囲している鉄血の部隊を撃退し撤退の援護をしてください。 OK 任せろ。いつもそういう役回りだけどな。ああ始まった。ああそういえばさ、一昨日のアップデートでさ、なんだっけ、このマップの表示みたいなの変わってさ、ほら見てこれ、ズームアップするとさ、今まではさ、まあ平面がビュイーンってズームアップされるだけだったんだけど、ちょっとね、ズームアウトすると平面になって、ズームアップすると、ちょっとこれ、なんていうの？なんか、軽く立体的になるようになったんだよね。こんな感じで。うん、なんか人形とかそういうのは全然立体的にはなってないんだけど、なんかマップのとこに影ができてたりとかしてね、なんか、ちょっと変わったようになった。てかさ、マジさ、さっきも言ったけどさ、カサウイルスってさ、何、人形ってかグリフィンの人形に感染すると、そのなんか、なんだろう、データとか、データっていうかその自分がその考えてることとか、そういったものを自動的に鉄血のデータベースになんか流すみたいな、そういうハッキングタイプなんかね。なんかその人形の記憶というかデータだとか、そういったものを全部鉄血に筒抜けにするためのウイルスなんかな。なんか俺いまいちよく分かってないよね。まあそんなこんなで一応まあボスは倒したんだが、あっという間だったね。はい、ネゲブが撤退完了。ご協力に感謝しますわ。こちらこそ戦ってくれて感謝しますわ。あ、そっか、ネゲブは一人ぼっちなんかまだ。おお、 M16 一人じゃないさ、我々の正体のソップ2も入っていったからな。ああ、ソップ2なんか援護行ったんだっけ。命知らずが電磁シールド内に2人もいれば生存の確率も少しは高くなるだろう。命知らずが2人まあそうだな。 M16 も無事で良かったですわ。残念ながら未来ではもう無事じゃないです。それでこれからどうします？今全体的な戦況はグリフィンが劣勢なんでしょ。劣勢どころか鉄血の大群に加えてこの電磁シールド脱出できた人形は幸運だったというほかないな。そんなにヤバい状況だったっけ。救援を要する仲間が多すぎるからな。電磁シールド内のことは戦況と、はいはいはい、そうだね、戦闘狂たちだね。うん、確かに。輸送ルート誰がいたっけ。ああ、やっぱりアルケミストはスーパーおっぱいか。うわ、 AR-15 そっか、 AR-15 がいなくなるやつだったっけ、第6戦役って。どうだ、それでも白状しないか。 M4 をどこに隠したか。うわ、なんか AR-15 がさ、こうさ、イベントに出てくるのってすっげえ久しぶりだね。イベントじゃない、ストーリーか。ストーリーに出てくるのすんげえ久しぶりだな。何って、ただお前らの正体いくつか挑発して誘導しただけさ。あいつらは私がこの襲撃全体を指揮してるボスだと思って一斉にこちらに向かってきたよ。そしたらあとはお前をここで足止めすればいいだけだ。この必ず通る道でな。あいつらの信号はすぐにでも遮断され孤立無援に陥るだろう。お、あの哀れな虫けれどもをひねり潰すことなので今の私の部隊をもってすれば一瞬さ。でもお前には考える時間をやった。なんかどういう位置だったっけこの、あ、やべやべ、飛ばしちゃった。 M4A1 の隠し場所を発火、まあここで死ぬかみたいな、そんな感じか。あ、そうだ、あれだよ、そう、あのね、ログ見れるようになったんよ。ほら、今までは見れなかったんだけどさ、こんな感じでさ、ほれ、まあ飛ばしちゃったやつとかはさ、すぐに見直せるようにログが見れるようになったんだよね。で、 M4A1 の隠し場所を発火、それとも仲間が一人引き裂かれるところを見るのか。それで私の両親が咎められるとでも思ってるの。脅しは効かないわ。 M4 を守ることが私の良きだし命令。たとえどんな敵に対しても妥協はしないわ。何々には絶対負けない、何々には勝てなかったよとか、おっぱいには絶対負けない、おっぱいには勝てなかったよ、そんな感じになりそうだな。お前のようなやつは好きだよ。お前らがいるからこそ私の世界は輝くんだからな。お前の世界とか なんだろう、お前の世界随分と物騒だな。処刑がすぐに終わると思ったが、私がそんな簡素な宴で満足すると思ったか。そうだよな、お前。処刑しただけじゃ面白くね。もうちょっとあれだろ、お前。七肉林のさ、もうちょっといいもん持ってこいよ、お前。アルケミスト並みのさ、おっぱい持ってるなんか鉄血人形ちょっと露格させろ。ちょっとあれだろ、なんか給仕にやれ、給仕に。服着ないで。お前が自分の信念に固執してる間にもグリフィンの人形はどんどん死にやってくるぞ。あ、そうかそうか。なんか突撃しちゃってるような感じになるよね。構わずやりなさい、アルケミスト。好きなだけ残酷な手口を使えばいい。
でも覚えておきなさい、あんたが何をしようと今日あんたか私どちらかが死ぬのよ、死んだのは AR-15 でした。あれあれっけ、アルケミストは死んでないっけ。てかあれか、 AR-15 もまだ死んだって確定はないからね。まあ、アルケミストって死んだっけ、逃げたんだっけ、忘れちゃった。まあなんかアルケミストがね、なんかあの宴を開いてくれるっていうんだったら、まあアルケミスト並みのおっぱいを持ってるやつを例えば服着せないで、給仕に添えたりだとか、まああとはあれだね、代理人連れてきて、代理人、うん、あの服着せないでガーターベルトだけ着てきていいよ、代理人。ガーターベルトだけ、ガーターベルトとあのいつものなんかメイドカチューシャみたいなやつ、あれだけつけた代理人をちょっと給仕によこして、うん、あの好き放題すっから、好き放題恥ずかしめ受けさせてやっから。はい、様式日。あー、なかなかのおっぱいがまた来たわ。ごめんね、今夜中に撮ってね、やってっからさ、ちょっとあれなんだよね。深夜テンションでね、あのムラムラしてんだよね。さっきのあの M249 のスキンのせいもあって。そっちで何が起きてるんだ。撤退命令は下したはずなのに、なぜまだ大勢の人形が残っている。こんな過酷な状況で俺おっぱいのことしか考えてないの。クソ野郎じゃねえか。クソ指揮官だな、本当に。みんなあるルートの手前で阻まれており、そこから信号は遮られています。周りは鉄血の伏兵だらけですし、警察に突破しようとすればひどい犠牲が出ると思います。やばいな、もう第6世紀ちょっとストーリー見直してくりゃよかったな。まさか傘がまだ機能しているのか、 AR-15 はどうしてそこを離れないのだ。おそらく敵のボスアルケミストの足止めを食らっているのではないかと。それにネゲブも挑発を受けています。これら全ては奴の思い通り。だから戦闘業は暴力系のボスか。どうやらこちらの調査ミスだったようだ。まあ、なんか AR-15 って口調とか戦闘方式めっちゃ肉弾戦だけどね。なんかすげえぶった切ってくるし。では第一にやるべきことは AR-15 の包囲を解き、そこから助け出すことだな。あ、なんか懐かしいね、 AR-15 を助け出すっていうこの流れ。指揮官聞こえるか。なんかさ、 M16 さ、一番最初初見で会った時はさ、なんかすごい敬語だったのにさ、なんか後々になってからどんどんフランクになってくるよね。まあそっちの方がいいんだけどさ。俺はこれから戦場をまたいで SOP2 をシールド圏内に送ることを計画している。そして SOP2 は事前の打ち合わせ通り皆を適切な避難ルートに誘導する。だがそのためには指揮官の部隊がまず周囲の鉄血部隊を撃破して SOP2 のために道を開ける必要がある。指揮官、AR-15 も M4A1 もグリフィンの正体も皆の運命は全て指揮官にかかっている。なのでどうかこの任務を無事やり遂げてくれ。バカ野郎お前。俺が無事にやり遂げるに決まってんだろう。無事にやり遂げた結果 AR-15 は帰ってこなかったよ。クソめたい発言だけどよ。俺未来知っちゃってるからよもう。いやー、なんか投げ。輸送ルート、また輸送ルートか。あ、出てきた AR-15。 あの画面から出てきた。画面から出てきた。じき死ぬんだ、それ以上の悪あがきはやめろ。いやー、死ぬと分かってて悪あがきしないやつなんかいないでしょ。あんたこそ似たようなものでしょ。外にいるあんたの部隊は私たちの指揮官が全滅させたもの。俺有能すぎない？ごめん。グリフィンの人形が脱出するのは時間の問題よ。ふふ。だから私の標的はお前だけだ。なんだこいつ、 AR-15 に惚れてんだな。それとも機嫌を損ねて私に処刑されないよう M4A1 を差し出すか。なんか差し出しても処刑しそうだけどな、お前の性格上。アルキミスト、一つ忘れているようね。言ってなかったかしら、 M4A1 は私と一緒にいるの。あ、これってもしかしてダミーか、 AR-15。 これ編成拡大のダミーか、もしかして。やっぱり面白いな AR-15。すごいよ、そんな卑劣で恥知らずな手段、まさに私が求めていたロマンだ。お前なんかすごい、なんかあれだね、ド M だね。残念ながらそれももうすぐ終わるかな。にしても観客がお前一人だけじゃどんな処刑を行おうと面白くないな。まああれかね、処刑って何人ぐらいが面白いかね。なんかあれだよね、フランスのさ、ギロチン処刑とかって結構いっぱいなんか人いるイメージだけど。もう一人いたら、お、来たか、ソップ2。言ってみろよ怪物め、なんか言えよ。怖い怖い怖い、ソップ2がすげえなんかあのバーサークモードになってる。言えたんだよこのクズが、このまま楽に死ねると思うなよ。これあれだな、あれコマンドのベネットの吹き替えの声優さんになんかちょっと言ってもらえて。なんかソップ2のなんかあれだね、ソップ2のなんかイヤローブクラッシャーみたいな感じになってる。ソップ2死体よ、時間の無駄だろ。あ、死体なの。あ、ごめん、突然のことだったからちょっと自制が効かなかった。え、それでこそあんただけどね。出なければダミーと間違えてしまうわ。あ、どういうこと。ちょっといきなり抱きつかないで、私は怪我人なんだよ。あ、そっか、この時はあれだもんね、念願の再会だもんね、ソップ2とにとっては。
何言ってんの、私が死ぬわけないでしょ、そう信じたいよ俺は。それよりどうしてここが分かったのよ。 M16 がまた危険なことをさせたの。ここは戦場よ、何やったって危険でしょ。まあ確かにね、いくら傘でも全てのつながりを断ち切れるわけではないでしょう AR-15。 あれ、あのこれ、この傘っていうのは傘ウイルスのことじゃなくて別の傘のことか、もしかしてなんか通信をジャビングするみたいな、そんなだけ。私たちがあなたに会いたいと思っていれば安心して。アルケミストに足止めされていた正体はもう次々撤退し始めてるから、とりあえずここから離れよ。撤退経路の安全を確保したら AR-15 を隠す場所について考えるから。これはどういうあれだっけ、話だっけ。ごめんね、でも私はこのまま戻るわけにはいかないの。あれだよね、結局あれだもんね、あれ母さんに感染してるからっつってもうそのまま離れちゃってるもんね。このメモリーカードを持って行って、これまでに集めた情報が全部入ってるわ。 M4 の隠れ場所も、それからみんなに言いたいことも。何言ってんの、本当だよね。 What are you talking about? って感じだよね。大丈夫だよ、ひとまず安全な場所に移動しよう。その後は16ラボが何か方法を考えてくれるから。今回の傘は AR-15 のせいじゃないから、それほど重い処分にはならないだろうって。まあそりゃそうだよね、そういう問題じゃないの、ソップ2。え、あんたは今回の事態の恐ろしさは分かっていない。アルケミストはほんの実行犯に過ぎないわ。背後の黒幕を止めないと鉄血はここにいる全員を飲み込んでしまう。敵の黒幕ってエルダーブレインのこと？エルダーブレインだっけ？なんだっけ？なんか、なんかローさんにブチ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 撃たれてた人。今の実力ではまだ無理。だから私が彼女に会いに行かなきゃ。それがみんなを救う唯一の方法なの。ああ、それか。それであれか。あのローさんのところに繋がるのか。今回の件で自分を責めてるの？私は事実を言ってるだけよ、ソップス。罪滅ぼしとか後悔の念ではなく、とにかく解決方法は必ず見つけるから、だから止めないで。きついね、AR-15。心苦しいわ、これ。バカな真似はしないって。約束してくれよね、AR-15。なんかこれあれだよね、本当に。俺、なんか映画とかで見てえな。自分がやるべきことをするだけよ。急いでソップ2、このシールドから離れて。M4 が待っているわ。しっかり守ってあげてね。頼んだわよ。アルケミストと対峙してた AR-15 は結局ダミーだったっていうことか？これって。で、あれか。ソップ2がなんか、足蹴りしてたの、死体蹴りしてたやつは、アルケミストの死体じゃなくて、なんか適当な鉄血人形だったってことかな。まあよくわからんけど。よし、じゃあ今回ここまでにいたしますかね。まあ2個ずつ進めるってことで。じゃあ最後にちょっとあれか、ビンゴ引くか。ビンゴのやつ。どうせだったら動画内で引こうぜ。17枚だからそんな時間もかかんないしね。はい。トゥルルルルルル12。微妙なとこだな。じゃあ次。あれ引けない。あ、引けた。あ、これ点滅が終わらないと引けないの。マジか。まあいいんじゃない。まあいいんじゃない。トゥルルルルル4。これビンゴにおいてちょっとね、なんか変なパターン来てるぞ、これ。じゃ、もう一回行こうか。そういえば、このビンゴってあれだよね。真ん中のさ、最初に開けるとこないよね。そういえば。ブルー、それともあれかな、中国のビンゴとかだってこんな感じなんかね。日本のビンゴだとさ、真ん中をさ、ブスッと開けるやん。よく温泉施設とかでやってるビンゴ大会とかだと。ブルー、23。ああ、でもあれじゃん。この11と4のところの斜め線揃いそうじゃん。よし、行こうか。このままもうストレートで揃えちまおうぜ。36。お、ああ、違うわ。残念。まあ残念でもねえけどね、別に。ああ、ダブり。ダブった。そう。そういえばさ、あれなんだよ。数字がダブると、右側にあるさ、この保有ポイントってとこがあって、これが100ポイント貯まると、なんか好きな数字を選べるらしい。うん。だからね、数字がダブっても、特に悲観することはないよっていう、そういう話らしいね。29。いい加減この気持ち悪い子がもうやめようかな。俺、舌が疲れてくるんだけど、これ。ピー。いきなり手抜きになったの。やばい。なんかあれだな。ビンゴのダメなパターン入ってるよ、これ。ウィーン、ウィーン、33。あー、ダメだ、これ。もう33対4だわ、これ。あ、でも3、この場合の33対4は大丈夫だな。12。12、そこ。そこはいいよ。
なんだろうな、どっかでリーチかかってくれるとちょっと気持ちが楽なんだけどね。14、ああでもリーチかかりそうじゃん。これなんか連続で引けないのは何なんだろう。8、うーん、これあれだね、あのなんだろう、リーチ一歩手前で止まって、あの列がなんか微妙に全部残るみたいな、そういうなんかダメなパターン入りそうだね。36、ダブリ、はい、ダブリンティヌスです。ここからなんかダブリが多くなってきそうだな。22 なんか、あーほらほら、これあれだよ、あのリーチ一歩手前とかリーチだけが大量に残って結局列一個も埋まらないって、そういう黄金パターンだよ。ダメな方の黄金パターン入るよこれ。ほらほら、来た。これだな、ど15か25が出てくれれば、あの俺はね今日一日あの幸せに寝れる。36、はい、まあポイントが貯まりましたと。まあまあいいんじゃない。まあできればねこのイベント完遂したいね。結構運要素が強いイベントだから、ちょっと完遂できるかどうかわかんないけど、あと M249 持ってないからね俺。いやでも早くねこのおっぱいはものにしたいね。うん、というわけでね、次回はまあ6の緊急続きやっていきましょう。では、ご視聴ありがとうございました。ではさらば。